こんにちは、為替ウィークリーセミナーです。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。さて、ドルが急落して130円割れで始まった、2023年ということでしたが、そのまま一転して135円近くまでドルが急反発。ところが先週金曜日、雇用統計発表の後は今度はまたドル急落再燃といった具合に荒い値動きで取引スタートという具合になっています。ではその背景はどういうことなのか、そして今後の見通しについて、これから解説したいと思います。よろしくお願いします。まずはドル円の日足のチャートをご覧いただいています。こんな感じでですね、2023年はここかな、これが1月の、これが1月2日ですね、1月3日に早々にこの130円割れという具合になりました。ただそのままこんな風にドル買い戻しが広がって、一時は先週金曜日の雇用統計発表前にはですね、135円近くまでもうドルが買い戻されるということで、1週間で5円ぐらいこう動いてるわけですから、相変わらずボラティリティの高い状況が続いているというふうに言えると思います。そして金曜日はさっきも話しましたけれども、雇用統計の中の平均時給、賃金インフレ率が予想よりも低下したということで、まず一旦ドル売られて、で一旦はドル買い戻されるんですけども、ちょっと15分足なんかで、15分だとカバーできないですね、30分ぐらいで見る必要があるのか、はい、ここですね、一旦ドル売られて、で一旦134円まで買い戻されるんですけれども、その後発表された ISM 非製造業景気指数が予想を大きく下回って、好況不況の境目といわれる50を割り込むという具合に、ネガティブサプライズになると、改めてドル売りがこう広がってですね、一気に一時は132円割れ含みのところまでですね、ドル急落という具合になりました。で月曜日は今週日本が祝日ということだったんですけれども、その中で532円を割り込むという動きになっています。この中からこの中でも、まずは一旦ねドルが買い戻された背景っていったところから考えてみたいと思うんですけども、でそもそも僕としては、この年末年始に130円割れとなったドルの下落に対して違和感をやっぱり感じている部分があったので、でこの130円割れとなったきっかけっていうのは、去年の12月の20日ですね、ここですね、12月の20日の日銀会合で長期金利の上限を拡大するといった自主的な金融緩和の見直しに動いたところがきっかけで、こう広がっていったドル安ということだったわけですけれども、確かに日銀の決定を受けて円金利が上昇して、それは円高を説明できるものではあったわけですけれど、一方でアメリカの金利も上昇傾向が続いたので、130円割れのドル安円高っていうのは、この年末年始の時点では結構やっぱり金利差から乖離した動きだったというふうに言えます。こういった中で、ふとやっぱり思い出したのは、年末年始っていうのは結構やっぱりフライングっていうのがありがちなので、今回もそれかもしれないなっていうのが、僕はこの一旦ね年末年始に130円割れとなったところで思い出したところでありました。新年早々のスタートダッシュがあっという間に行き詰まって、結果的にその年のトレンドとは逆の動きだったということ、フライングとか騙しとかっていうことになると思いますけれども、そういうのって結構買う相場の場合あるんですね。この辺については先週のデイリーレポートでも詳細に書いていますので、よかったらそちらの方も参考にしていただければと思うんですけれども、
まあ、そういうことだったんじゃないかなというふうに考えて、2023年の目標として僕はツイッターでの情報発信の強化ということも考えているんですけれども、1月3日のツイートでこのドル安っていうのは今年はまだ始まったばっかりだけれども、もうすでに、ね、今年最後のドル安をやってるのかもしれないという具合にツイートしたんですけれども、まあ、実際にその後ね、ドルは金曜日の雇用統計発表前までに135円近くまでこうドル高円安に戻すところとなったわけですけれども、ただ最初にも言った通り雇用統計が発表されると今度は一転してまたドル売りが強まってドル安再燃ということになってますから、新年早々、上下ともにですね荒い値動きで始まっているというふうに言えると思います。果たして新年早々のこの129円50銭程度でドル安は終わったのか、それともまだ続いているのか、値動きだけならまだちょっとやっぱり見極めはね難しい状況が続いているというふうに言えると思います。例えばこれって11月以降、去年の11月以降のドル円の冷やしのチャートをご覧いただいていますけれども、ご存じのとおり11月以降ドルは150円ぐらいからドーンとこう130円割れまでね、20円もたった2ヶ月程度で20円もこう急落するというぐらいになってるんですけれども、これってもうかなり分かりやすいパターンで、しばらく揉み合いが続いて、で揉み合いをドルが下っ離れると一旦安になる、でその後もこうやって揉み合ってドルの反発が限られる中で揉み合いを下っ離れてドーンと下がると、11月初めの場合も、それからその後のここですね、12月初めにかけてのパターンも、そして、さっきからお話ししている12月20日の日銀会合を受けての動きというのもですね、みんなしばらく揉み合うんだけれども、ドルの反発が限られる中で揉み合いをドルが下っ離れて続落していくというパターンの繰り返しです。ですから今の状況もざっくり言うならば、この130円135円の5円レンジのところでこうやって揉み合ったような状況になっているわけですから、このまま130を超えられないようだったらまたね130円をこう割り込んでドルが一段安に向かうというリスクもチャートだけで見るとやっぱり残っているので、その辺は注意してね見ていく必要があると思います。本当は僕からするとですね、6日の雇用統計発表などを受けた6日の金利低下っていうのも下がりすぎ行き過ぎだと思いますので、実際問題として金融政策を反映する2年債利回りっていうのはFF レートに連動して動くわけですけれども、今回アメリカの利上げ局面では初めてFF レートをこう2年債利回りが下回ってきてるわけですね。でそれって、まあ、理屈からすると早期の利下げを織り込んだようなところまで2年債利回りが下がってるって話ですので、でまだやっぱりアメリカの金融政策の見通しについて見方は多少分かれてますけれども、早期に利下げするっていう予想はないですよね。その中で2年債利回りが FF レートを下回ってきてるっていうのは、まあ普通に考えたら下がりすぎっていうことだと思うので、これ以上下がるよりもむしろ下がりすぎの反動で上がっていく可能性の方が高いと思います。この辺10日付のデイリーレポートでも書いているので、そちらも参考にしていただければと思うんですけども、そういうことからするとですね、アメリカの金利低下ドル安っていうのは目先的に限られて反発に転じていく可能性の方が高いというふうには思っていますけれども、どんなもんなのか、その辺を、今週はこの後お話しますけれども、CPI 発表っていうねボラティティの高いイベントもありますので、そういったことを受けながら
当面の方向性を探る展開ということになると思います。では最後に、経済指標カレンダーを使って今週の注目材料について確認してみたいと思います。今週の注目材料は何といっても、12日木曜日のアメリカの CPI の発表がやはり一番の注目材料ということになると思います。はい、今のところ、インフレ率、物価上昇率はまた低下するという予想になっています。CPI ですけれども総合では前年比で前回 7.1% だったわけですけれども、それが 6.6% へ、物価上昇率が低下するという予想になっています。コア指数の方も、前回の 6% から 5.7% ということで、一段とインフレの是正が進むという予想になっています。で、ご存知の方も多いと思いますけれども、この間とにかく CPI の発表っていうのはとてもボラティリティの高いイベントになっています。 CPI 発表を受けて、一方向にもう2、3円もドル高ないしドル安が進むというパターンがですね繰り返されてきているので、今回も注目ということになります。でですね、基本は、この予想比予想に対してですから、今回は CPI が 6.6% という予想になっていますので、それを下回るとドル売り、上回るとドル買いという反応がこのところの基本パターンになっていますけれども、果たしてどうなのかというところですね。でとにかく一方向にやっぱり2、3円も動くとなると、当面のトレンドがこう決まる可能性がね高いということになりますので、今週は木曜日ということになっていますけれども、これがまず最大の注目材料ということになりそうです。でそれ以外では、いくつか景気指標の発表ありますけれども、例えばですね、アメリカ時間の金曜日になりますけれども、この、ミシガン大学消費者信頼感指数、この辺なんかも一つ関心を集めるところになるんじゃないかなというぐらいに思います。はい、ということで、2023年も始まったばっかりですが、ファーストは依然として荒っぽいの値動きがこう続いておりますので、お取引には十分注意をしながら、荒っぽい値動きもしっかりトレードチャンスとして生かせるように頑張ってやっていただきたいと思います。では今週は以上です。失礼します。